chicken. I grew up a fucking screw up. Got introduced to the game, got an ounce and fucking blew up. Chopping rocks overnight. The nigga Biggie Smalls trying to turn into the black Frank White. はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、パパテラです。今週のクイックアップデート、5月7日の内容のまとめとなります。今週の豪華景品は、このサイクロンというね、まあ電気自動車なんですけど、結構かっこいい車両、そして超高額な車両が、ルーレットの景品となってますので、まあ、ラッキールーレットね、無限のチャレンジとかね、よかったらね、やってみてください。結構いい車両だと思います。そして今週の割引車両をまとめていきます。今週ね、正直割引は少ないですが、車両いいの来てます。例えば最初はクリーガー、そして、特にねおすすめになってくるのがこのトロス。これはかなりいいやつです。これはね SUV 最速の車両で見た目もかっこいいですね。それから、前からね結構おすすめもしてますけどテンペスタ、この車両が割引となってます。そしてこのね右側の翔太郎というバイク、これもともと超高額なんですが、これがかなりの割引となってます。そしてそれ以外のね割引、この下の方に行き、ここのねレクトロ、これブーストがついてるやつかな、これが割引となってます。まあお金に余裕ある人がね買えばいいかなという感じで、それ以外のね報酬ね2倍とかも案内しちゃいます。もうね割引これ以上ないんでね。バイカービジネスとかバイカー契約、これはね、MC のねプレジデントのねジョブとかになると思います。まあこれねもともとねジョブとか結構やっていないとちょっとね稼ぎづらいと思うので、今週はね特に初心者さんでも手を出しやすいようなトランスフォームレースっていうのをねおすすめしたいと思います。今回トランスフォームレースは1人でも開始できます。そしてね、報酬2倍ということはお金も RP も2倍で、結構ねランク上げとかそういったものも使えます。じゃあね今回ランク上げに向いているような、ジョブスタントレースの中のトランスフォームの中でも、多分一番上のところになるかな。それがね結構高いところからね開始となるので、これをね一人でやれば結構ランク上げに使えるかなっていう感じなので紹介したいと思います。レース自体というのはだいたいね8分ぐらいが報酬の限界となるので、まあそれ以上例えば15分とかねやっても報酬ほとんど変わんないので、まあ今回はねラップ数は1とかそれでね1人でプレイします。そして、ある程度ね先にねコース進めちゃいます。で最後の方の時、結構高いところからね落下して RP を稼ぐっていう方法をやります。まあ、これ結構ね、車両ずっとね車だけじゃなくて途中でオプレッサーとかバイクになったり途中で、ね、飛行機に変わったりとか結構面白いです。これね大人数でやるとね逆に面白いかもしれません。公開セッションとかね多分今週やる人多いと思うので、しかも、結構ね普段見ないようなね、まあレースの環境とかっていうのもあるので、それも後々ね紹介していきます。ではこのレースの状態で例えばこの辺りまで来るとゴール手前なんですけど、ここのね高いところからサイドブレーキを引き左スティックをずーっと左とかにしておきに、ね、そのままねずーっと落下します。これかなり高いとこです。これ左側に落ちると海側に行ってしまいます。で右側に落ちると、結構ね陸の方に降りられるのでやりやすいかもしれません。でずーっとねこれうまく着地するとね RP ガーンと入ります。これ401回のように見えて2回3回とか入ったりしてて結構ねランクね上がりやすいです。特にね低ランク、例えばね1桁とかね柔軟ランクとかそういった人はねガンガンランク上がっちゃいます。なのでね低ランクの人ぜひおすすめします。そしてね初心者さん、初めてこのね RP 稼ぎみたいなこと、要するにねくる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 回ったりするとミニマップの上に、アワードというのがね3種類とかね入ってきます。まあ、シルバーとかブロンズとかゴールドとかでねすごいね 400RP800RP1600RP とかでねスピンデレラとかね、まあ、いろんなのがね入ってきます。そうするとねさらにねランクも上がります。まあ一度ねこういったねアワードは入手してしまうとその後は多分出ないと思うので、回転の仕方ねいろいろ工夫してみるといいかもしれません。でずーっとね飛んでってこのようにねぐるぐる回って着地した時にね RP ある一定のね分数またはね 6000RP ぐらい稼ぐとね入んなくなります。もうこうなったらクリアを目指すようにしてください。そしてね大体8分ぐらいでクリアした方がいいので、一応ねここは時間つぶしでもいいので8分超えたらクリアっていう感じがいいかなと思います。
まあ、これもう全然ね RP 入んなくなっちゃった時はもう入んなくなるので次のレースやった方がいいですね。ではこのままゴールすると、こんな感じでね報酬お金と RP が2倍で入ります。まあ、大人数でやってね1位とか取るとねまた報酬はもっとねバーンと上がるんですけど、基本ソロでね1人でできるのでこれは低ランク向けにかなりいいと思います。ではね、このね今週の割引の車両でトロス、おすすめしてたんですけど、その車両何がいいかというと SUV っていうね車両の中で最速の加速をねします。まあ、めちゃくちゃレースで、ね、使ったらこの車両圧倒的速さが、ね出ると思います。で内装もまあよしと、外装もかっこいいですね。まあ、ランボルギーニウルスかな、もうそっくりな車両となります。今回ね全部真っ黒の車両でやってますけど見た目かっこいいですね。これしかもね割引で、もともとねなんかすごい高級車に見えてもともと結構安い設定なんですが、それがねかなり割引になっててかなり手を出しやすい車両となってるので、これはね、ある程度50万ぐらい持ってたらね全然ね買ってもいいかなと思います。結構使えると思いますね。まあ、こういった車両が今週の割引の中では一番おすすめかなって思います。ではね、ライブの中でやっていた面白いジョブ報酬2倍で2つね面白いのやったんですけど1個ね紹介したいと思います。まあ、ジョブの名前で言うと1つ目はねザ・ドラゴンってやつです。それはねぜひねライブではやってたんですけど、この動画の、中では紹介しないのでぜひねやってみてください。結構ね面白いですね。そして今回ライブの中でやっていて、まあ、この動画でおすすめするのはインフェルノ。これなんでこれをおすすめするかというと、このねもうね、トップ画像みたいなところ見てた通りね、これ緑色のねなんかね景色になってます。これね普段まあ、GT オンラインをやっていてこういった景色は多分ねないと思います。昔ね、ハロウィンアップデートあたりとかでね一時的にセッションがこういった天候になるみたいなねあったんですけど、イベントがあったんですけど今は多分ねもうなくなっちゃってます。2年ぐらいするの多分ないと思うんですけど、こうやって緑のね、ま、風景かなりね珍しいですね。しかもね、雷も鳴ってます。これはね、本当にハロウィンの頃に、いきなりねセッションでこういう風になるってことが昔はありました。今は多分ないと思います。でこれハエみたいなね、飛行機で飛びます。で燃えてるとこもあります。でそれ以外のところでもね、結構ね普通の車に変わったりとか、あとはビジランテに変わったりだとか、あとはねなんか狼みたいのにね変身してねジャンプするとかね、普段慣れないようなことを3つぐらいねこう出てくるので、結構ねこの、普段GT オンラインにない、環境でレースをするのもフレンドさんとかね公開セッションの知らない人でやるのも面白いかもしれません。公開セッションでやる場合はアシストフルの公開セッションとかでねこういった報酬2倍のジョブをホストしたりとかやってる人がいてそこに参加をすれば結構ねいるとは思うので、ぜひねやってみてください。もちろんねフレンドさんとやっても面白いと思います。まあこんな感じでね今週のクイックアップデートはそんなにね割引の量としてはあんまないです。しかし、夏に向けてねインディペンデンスアップデートっていうのがね7月頃とかにね入ってくると思います。またね7月末にもね何かね、アップデートとか入ってくるといいなっていうことを期待しながら、ちょこっとね、ゴールデンウィーク前までに結構ね報酬2倍のミッションとかオフィス割引とか結構続いたので、一旦ちょっとね一息入れるようなクイックアップデートとなっていると思います。まあ普段ねあんまトランスフォームレースね開催してたりとかねやってる人ね少ないかもしれませんので、ぜひねこの機会にやってみるといいかもしれません。16人までのジョグですが、このようにね変身してね普段できないキャラクターになれたりとか、ビーストですね、これもね L2 長押しながら四角を押すとスーパージャンプができるとか、こういったねものフレンドさんとやると多分面白いと思います。またこれねレース中にロックスターエディターっていうのを撮影するとこの景色、このね天候もちゃんと映すことができます。例えばねもうここからすごい離れてね灯台があるようなところに行くとカボチャの置物もあったりするので、まあちょっとねハロウィンのね感じをねまあ車からは降りられないんですけど撮影することも可能ですね。まあ、こんな感じでね今週のクイックアップデートのまとめでした。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。